久保さん、ご提案ありがとうございます。まあ、絶対しないですね <laughs>。僕、すいません。自己満で行くので、今回は。自己を満足させる。自己の探求で行くので、うん。特に何も考えてないですね <laughs>。でもね、T シャツはちょっとね、目立つ T シャツ行ったら面白いんじゃないかなって考えたんですよ。だけど、別に普通でいいかなっていう <laughs>。 なんかその別に堀江さんにこいつ面白いなって思われたとしても別に堀江さんとビジネスする気もないし、うん、規模感覚違うし考えてるベクトルも違うだろうしただ僕は堀江さんを、あのーまあ、あのライブドアのとこからぶわって見てきて影響をすごい受けたんで、まあ、すごい、ね、壮絶な人生いろんな人体験してきてると思うんでそれをギュギュッと一言で凝縮したら。 堀江さんにとって人生っては何なんだろうなっていうのを聞いてみたいっていう欲求ですね。だから高橋がなりさんにも会いに行きましたけど、会いに行った理由は一つで、人生とは何ですかと、一言で表すと何ですかっていうのを聞きに行きたくて行ったんで <laughs>、うん、ああ、なるほどね、みたいな。まあ確認って、がなりさんは確認かなって言ってましたけど、でも僕は不快なと思いましたよね。うん。別に、なんだ。だって有名になろうと思ってたら多分、 なんだろうな。このやり方ではやってないかもしれないですね。まあ僕は有名になりたいよなりたいとは思わないですよ。うん。バズりたいとも思わないです。なぜならば、考えてるのは売ることなんで、僕は商品を。広告収、広告収入で飯食ってんだったら、それはバズんないとね。ある程度再生数稼がないとあれですけど、別にあの、なんだ、再生数に関しては、量でね、ある程度量をかませば、 なんとかあるる一定のの再生数は取れるので,、うん、であとサポートできるのも限界がありますからね1万人に商品塾売ったら1万人のサポートしてたら僕自分の人生なくなっちゃいますもん、うん、久保さんもそっか塾塾生が10万人いたら対応できます多分家族との時間ないんじゃないですか <laughs> これ億万長者合宿のやり取りがね僕一人だからいいけどもこれね1000人このやり取りやってたら久保さんの時間なくなっちゃいますよ <laughs> って話で <laughs> まあ僕みたいな人はいないと思うんで大丈夫だと思いますけど、うん、僕はまあ,あの自己満オナニできますねだからオで言いましょうオナニのオで <laughs> 今回は別に目的は自分のオナニでいくってマスターベーションですねんあの自分の欲求を満たしてあげるっていう疑問に思ってたのをただ満たすっていうでそれであのその一言から あのもちろん僕もねその一言から横展開していろんな発信はしてきますけども、うん、そうほんと気になりますもんすげえ気になる気になるから聞きに行くっていうすごくシンプルですね堀江さんほどの人生をぎょすげえいろんなことやってきた人が何て言うんだろうなみたいな だガナリさんもそうで、ガナリさんもね、あの,あのマネーの虎に出てた僕はすごく影響を受けたんですけど、あれだけのいろんな人生を送ってきて、一言でどう表すのかなっていうね、人説、もの、うん、な感じっすかね。そう。だからなんだろうな。あの、なんか、あ,あの、まあ僕、Facebook もやってないですし、なんかその、なんか、 なんだろう,なうん、うん、まあ多分ね多分ね僕もねそのちょっとそうは言ってもそうは言ってもやっぱ牽引性あるので堀江さんと会ってきました堀江さんと会ってきたぜ写真とかねこうカスタムサムネイルとか入れると、まあ、インパクトあるだろうなとかまあちょっとあの癒やしい気持ちもあるんですけどただね多分やんないですね。 ただまあそのアウトプットはしますけど多分それも使わないと思いますね堀江さんの写真とかまあそれもあんま多分ね、まあ、堀江さんも YouTube やってますからあんまり使うとよろしくないと思うんでうんただその講演に行ってきたその感想を言うのは多分全然大丈夫だと思いますんでまあその堀江さんとにその質問をしてきてどうのこうのっていう感想だったりとか意見とか,か感想ですかね、まあ、それは発信してきますけどうんなんかその 写真の素材を撮ってそれをなんか使うとかはあんまないと思いますね。うん、まあ僕がやることは僕僕の商品を売るだけなんで単純に僕が集客して、うん、僕の商品を買買いたいなとか僕の塾に入,入りたいなっていう人を,を作るだけですから、うん まあでも、久保さんの質問したら必ず、なんか、すごいこと炎上しそうですね <laughs>。炎上しそうですね <laughs>。もう会場中、会場中がシーンとなるイメージはありますね。堀江さんが第一声何言うのかなみたいな <laughs>、うん。でもね、僕はね、この質問をね、 こさ堀江さんにこの質問を投げかけるのは3人目ですね。1人目は香田先生っていう人なんですけど、加賀田先生にもセミナーに行く理由そうで、加賀田先生にとって人生とは何,かな何なんだろうっていうのをね、まあ、質問で聞いたんですけど、加賀田先生は、愛かなっていうね、愛かな君は宮本武蔵みたいな質問をするなみたいな。こんな質問は初めてされたとか言ってね、うん、愛だなみたいなね。<laughs> 愛が出てきましたね。 それも深い、僕は深いなと思いましたけどね。あ、この人は愛を売ってるからクレームがないんだななんかそのセミナー中、まあ、加賀先生っていうのは、なんか、あの営業の神みたいなね、まあ、崇拝されてるんですけど、で、なんか、まあ、ある側面を見ると、押し売りなんですよ。だけどあの、俺はクレーム一個もないみたいなね。クレーム、人生において一個もないみたいに言ってたんですけど、まあ、それ愛売ってたら、クレームねえだろうな、みたいな。<laughs> 僕はそういうふうにちょっと捉えたんですよね。あ、この人愛を売ってんのかみたいな。商品じゃなくて愛を売ってたら、それはクレーれもないし、まあ、売れるよな、みたいな。まあ僕はそういう横展開しましたけど。うー、はい、堀江さんはな、堀江さんはなんて答えんだろうな。ちょっとそれすごい楽しみですね。今回、立花さんが、ね、来れなくなったんで、質疑応答がちゃんとなんか、堀江さん単独になって、 質疑応答の時間がこう設けられてたんで、まあ質問は絶対できると思うんで、もう一番最初に手を挙げます。とりあえず一番最初に手を挙げます。こ,これだけは、あの、これだけはちょっとやりたいです。みんなちょっと、ちょっと、なんか恥ずかしいじゃないですか、しかも人数もね、そんないないんですよ。今のところ、なんだ、あのー、全然少ないでしょ多分ね、今日見た朝見たら60人しか生きてないんで、<laughs> どうなるんですかね。 楽しみですねいってらっしゃい